阿弥陀行は大乗仏教の聖典の一つ。現代はスカーバティービュー派で極楽の荘厳、幸あるところの美しい風景の意味である。サンスクリットでは同タイトルの無料受刑、樹形と区別して、小、スカーバティービュー派とも呼ぶ。略称は無料、樹形の王行に対して、小教と呼ばれる。阿弥陀行は弟子の質問に答える。 形の経ではなく、釈迦自ら説く形式の経であるため浄土真宗では、無文字説教に分類される。一世紀頃、北、インドで成立したと推定されている。サンスクリット原点、漢訳、チベット訳が現存する。日本では、一般に、仏説阿弥陀行を指す。詳細は、下記の、仏説阿弥陀行を参照のこと。 サンスクリット原点も古くから日本に伝えられ、エンニンの将来目録にその名が見られる。江戸時代から出版、研究されてきた。日本に伝えられていた原点が1894年に英訳され、フリードリヒ・マックス・ムラーにより出版されている。クマラジュ役による、仏説阿弥陀教内容ナルタン版、デルゲ版、北京版の3種類。ありがとうございます。